はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイジです。今回は信長の野望創造戦国立志伝の江戸幕府徳川将軍家秀忠討伐物語、続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、西の守りの要、こちらの吉田城、そして東の守りの要、駿府館を失陥してしまった穴埋めとしてですね、掛川城の北に八代山城、南に鴨城を築いて、なんとかこの遠江を守ろうという作戦に出たというのが前回になります。今回はその続きになりますね。早速プレイの方をしていきたいと思います。で、時間を進める前にですね、今行っている政策をちょっとおさらいしておきたいと思います。政策を取り行います。今行っている政策、やっていきたいものとしては、まずこの軍役衆配備、これはやっていきましょうというところとですね、あとは目安箱もやっていきましょう。このあたりをやっておけばいいかな。まあ、どうしても兵力が欲しいので、なんとか兵を確保するための部分ですね、やっていきましょう。検知もやってもいいかなとも思いますが、まあ米は今困ってないので検知はまだいいでしょう。ではこれで進めていきます。で、外交状況でいうと朝廷外交は100になってますので、まあ、いつ幕府軍から攻められても一旦和睦は可能という状況ですね。まずはですね、吉田城、これの奪還を狙っていきたいと思ってます。というのもですね、まあ、この吉田城に関しては、まあ幕府軍からすると飛び地的な扱いに近いような立地にありますんで、ここは割と取り返しやすいかなと思ってますんで、まずはね、ここを取り返していきましょうと言ってると、八代山城に 34,900、 さらに掛川城に 24,300 か、かなりの大軍勢ですね。合計6万、相当の数だな。この6万の軍勢を支えるのはちょっと厳しいかな。というわけで、まあ、情けない感もありますが、早速和解をしちゃいましょう。で、和解を使った後はもうすかさず朝廷外交を入れておきます。またいつね、必要になるかわからないですからね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。で、今のこの停戦明け直後に吉田城を攻めるっていう作戦をやっていきましょうか。表情を始めます。先月の終始です。停戦が明けると同時に吉田城を攻略し、幕府軍が迫ってきたら和解する、これの繰り返しでなんとか領地を拡大していきましょう。島津も今見た感じだいぶでっかくなってるな。島津と尾張、どっちがその制するかっていうのでだいぶ変わってきそうな感じですね、流れが。そしたら掛川城に関しては、今動ける武将が一人しかいないので、掛川城に関してはというか全体的に少ないんですけどね、ちょっと武将を移動させましょう。掛川城に一人、
ご命令を。先月の収支です。報告します。まだターン送ってきるかな。12月になったら出兵していきましょう。浜松城から15,000で、社山城は攻められる雰囲気があるので、社山城に関してはまあちょっと決戦兵力として投入したいところですが、残しておきましょう。で、浜松城からは15,000、鴨城からまあ約4,000という軍勢になりますね。承知した。出るとするか。1638年12月、島津家を名主として尾張徳川家の打倒を目指す反徳川連合が結成されたということですね。これは誘いが来そうな気もするけど、来てますね。使者が来てますということで、まあ会うだけはまず会いましょう。で、島津に対抗するための同盟ということになると、おそらく幕府も同じ連合に入ってしまうと思うので、ここは拒否にしましょうか。拒否以外の選択肢がないが、同盟自体は婚姻を結んでいるので継続されるはずなので、もう問題はないかなって感じですね。承知した。早速八代山に 26,900、 掛川に 43,600、 だいぶでかい軍勢になってるな。まずは吉田城を海戦で取っていきましょう。退却する。陣地全てを込める。これで決まりだ。我らが負けるなどありえん。結構削られてるけど、城門は突破できましたね。このまま本丸まで入りたいけど、吉田城を取れれば西の守りを気にする必要がなくなり、だいぶ兵力を集中しやすくなりますからね。駿府の奪還も夢じゃなくなる。敵城門突破しました。
なんとか持ちこたえてくれ。持ちこたえてる間にたどり着ければ奥義一戦で仕留められる。持ちこたえられないかな。持ちこたえられないね。中に入られきってない。入られきってなければ奥義一戦が効く。暗い。無理されたけど兵力は少しは残してあるので、ちょっとの間だったら持ちこたえてくれるだろう。八代山掛川両方ともに兵力は少し残してるし、耐久もマックスあるので、このまま何とか残ってくれれば佐久間勝行隊来たけどタイミングがすごくいいな。8000の軍勢は壊滅扱いになりますよね、素人勢は。よし、逃げるなら今のうちだ。敵将で掛川城が敵に囲まれているけれども、今動いているのは岡1500のみで、味方はまだ9000の軍勢がいて、掛川に関しては1万4000と八代山からも軍勢が出るので、よし、掛川城で迎え撃つことができそうですね。ちょっと掛川城の作りがどうなってるかちゃんと把握していないんで、しまったー、もったいないことしたな。6000の軍勢遊ばせる羽目になったな。みんな遅れるな。加勢しよう。加勢いたします。捕獲か。ただでさえ武将の数が少ないのにここの捕獲は痛いな。城が取り囲まれました。上吉田城はなんとか対応するとして、こっちだな問題は。いや、掛川城を落とされるわけにいかないぞ。どうあっても城門は3つ、敵は2方向から来るわけだな。数もえげつないけどなんとか守りきるしかないな。水野が死んだか。行きます。会えるぞ。かしこまりました。かしこまりました。まずいな、かなり削られてる。削られても城門を突破されるわけにいかないので、城門に星をつけるしかない。
まずいな、掛川城が落とされるぞ、このままだぞ。ダメだな、どうにもならない、数が多すぎる。敵が城内に侵入しました。敵が城内に侵入しました。今は和解はできないよね。そしたら武蔵を差し向けましょう。本丸まで敵を引き寄せて、本丸になだれ込んできたところを一気に奥義一戦で仕留めましょう。表情を始めましょう。報告いたします。82か、あと3ヶ月持たせなきゃいけないんだな。いや、いよいよ武将の数が、武将がいなくなってきたな。八代山城に配置する武将がいない。うわ、微妙に外に出てなかったが、奥義一戦一回もったいないことしたな。敵が城内に侵入しました。ここだよ、奥義一戦は。勝負と行こうか。逃げるのは今のうちだぞ。だあ、この数相手じゃ無理か。いやー、掛川城が落ちるとまずいことになるな。だー、壊滅だ。ならないか。腕が鳴るぜ。ぐはー、どうにもならないな。まずい、掛川城が落ちる。うう、掛川城が落ちた上に、まずいな。これは浜松城に撤退しましょう。八代山城も放棄するしかない。クソ、追撃を受けるか。まずいな、滅びの道を転がり落ちてるけど、八代山城はもう放棄するしかない。城が取り囲まれました。吉田城も放棄だ。ただ吉田城は貴重な軍勢が入ってるんで、一回吉田城に入って、吉田城の軍勢を回収したいけど、ダメだな。越前から来てるのか。越前の徳川ですよね、このマークは。
だあ。吉田城も放棄だな。奪われました。表情を始めます。報告します。報告します。待機しろ。敵に城を奪われました。くそ。表情を始めます。先月の収支です。報告します。いやー本当に厳しい戦いになってきましたね。まさかここまで一気に追い込まれるとは思わなかったな。吉野城をね取り返したところまではかなりいい感じで来てたんですけどね。ご命令を。先月の収支です。報告します。我が領内に敵が迫っております。鴨城の13,300か。これは支えきれないので、鴨城の部隊は敵が迫ってきたタイミングで浜松城に一旦引きましょう。で浜松城で決戦に及ぶっていうのが一番いいかな。か和解を一回使っちゃうかだな。なに、ここはまた別の部隊が来てるな。丹波の松平家か。くそ、もうハイエナのごとくいろんなところから軍勢が押し寄せてくるけど、 13,300 で鴨城は2,100か。残念だけど鴨城は放棄するしかないですね。先月の収支です。なんとか浜松城で敵を迎え撃つしかないですね。我が方の城奪われました。表情を始めます。先月の収支です。浜松城にそれなりの軍勢が集まれば。先月の収支です。報告します。東海一帯を抑えてた時期もあったんですけどね。もうあと浜松城を残すのみか。まだただ浜松城の軍勢があれば鴨城八代山城は奪還可能なはずだ。ご命令を。先月の収支です。報告します。表情を始めます。先月。ちなみに尾張と島津の争いはどうなってるかというと、特に戦いは起きてはいない感じかな。松山あたりがちょうど国境になってる、勢力の境になっていそうですけど、戦いは起きてない感じかな。
表情を始めます。先月の終始です。ちなみに島津は総兵力が37万9545、終わりは50万2383。まあここは終わりの方がでかいですね。で将軍家が42万、で頼みにしている伊達は5万8000か。てか伊達が押されてますね、将軍家に。やっぱりこうやって見ると、で終わりがすごい、もうこうやって見て一目瞭然、近畿畿内一帯押さえてますよね。終わりから始まり、美濃、御京、表情を始めます。先月の終始です。報告します。今できることといえば、なんか密談系で宮部か、あと庭流し家、この辺りに使者を送り込みましょう。表情を始めます。先月の終始です。そしたらこの後鴨城の奪還作戦を展開していきましょうか。朝廷外交の状況はというと、金がなくてできないって、いやお金もないか。ここは兵糧を売ってでも朝廷外交をしていかないと。何？頼みの頼信が、いやー家臣からも見放されていくな。先月の終始です。新たな外交要員を派遣していかないと。今攻められると持ちこたえられるかっていうとちょっと微妙だからな。せめてね、もう一つ城を持っとかないと。先月の終始です。報告します。表情を始めます。先月の終始です。飯の屋州、飯の屋棟梁、ご命令を。先月の終始です。報告します。子供が生まれたけどね、道康くんが。大丈夫か。なんとか年は超えたけど、行くとね、収入もないし困ったことになってきますよね。そうするとちょっと建て替えをしていきましょうか。まずはそうだな、お金がもうちょっと必要なので
金が入るようなことをやっていきましょう。朝廷外交もままならない状態になってるんで、お金がなくて、なんかね、森とかもね、森というか材木とかも売れれば多少の財源にはなるんでしょうけど、というところですかね。はい、というわけで時間が30分にぐらい経ちましたので、かなりのピンチ陥ってますが、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。